はいどうも、チュープロです。3月3日の、新日本プロレス大田区体育館に、行く予定だったんですけども、チケット押さえてあったんですが、昨日発表がありまして、コロナウイルスの関係で、中止ということになってしまいました。まあしょうがないですよね。こういうご時世なんで、実際感染リスクがやっぱりあるわけですし、感染に感染とか言って、まあそのシャレにならないような冗談ですけども、まあ本当そういうことですよね。そこで怒っても仕方がないと思います。なんでやらんねんみたいな感じでね、怒ったってまあしょうがないことですし、まあ次のタイミングに楽しみにできればなと思います。まだね、払い戻しとかそういったお話で全然出てない感じなんですけども、まあ一応追って発表みたいな形になってるんですけど、まあ個人的には払い戻さなくてもいいんで、次の大田区体育館の大会にそのまま優先的にスライドできるみたいな感じにしてくれると嬉しいかなというふうには思っております。新日本プロレスも大変だよね。やっぱね、新日本に限らないか、キャンセルする会場とかのこともあってね、準備もあるから、その分にかかったお金回収できないんでね、大変だなというふうには思いますよね。で結構スターダムとか、あと DDT さんなんかは無観客試合っていうのをね、やるというふうに発表してるケースが非常に多いですよね。無観客試合で思い出されるんですけども、これまたコロナとはまた関係なく、もうかなり前ですね、中プロに載った記事なんで、ちょっといつのことか覚えてないですけども、某、インディー団体ですね、かなりちっちゃいインディー団体が、常設アリーナを一応持ってて、そこで定期的に試合をすると。でそこで週刊プロレスが取材に行ったんですけど、とにかくお客さんが全くいない状態だと。で試合開始時刻が近づいても全然客席に人が来ない、もう誰も来ないと、0人っていう状態 でしょうがないから近所の人を呼びに行って、近所の人に見てもらおうみたいな感じで声もかけたんだけど、みんなもう夕食時なんで、みんな誰も来ないということで、まあじゃあもうそのままじゃしょうがない、始めちゃおうということで、無観客試合というものがですねあったという記事がありまして、もうなんかやっぱりそこで思われるのって、プロレスってやっぱりコミュニケーションスポーツだなということですね。つまりそのただ単に試合をする、技を決めるとか勝負をするとかっていうんじゃなくて、やっぱり観客とのやり取りだったりとか、そういったことがあって、やっぱり成立していくっていうところがやっぱり ありますよね。だからその記事になったのは、とかってなんかその技に行く前にアピールとかするんだけど、一体それが誰にアピールしてるのか分からなくて非常にシュールだったとかっていうことを書いてあったりとかして、あそうだよなとかって思ったんですけど、ちなみに、その記事を書いてその次の次ぐらいの週に、めちゃくちゃそのインディーの団体からクレームが来たそうです。まあそりゃそうだよね。で今回はもうあらかじめ予定していた無観客試合なので、どういう風になってくるかなっていう感じなんですけど、やっぱりそのアピールとかどうなんだろうなとかって思いますよね。DDT なんか逆にそういうのは逆手にとって面白おかしくやるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、スターダムの選手とかはやりづらいだろうな。やっぱり女子なんか特にね、お客さんへのアピールとかっていうのはやっぱすごくやりますもんね。だからそのアピールをした時にレスポンスが全くない、あるいはアピールをしていいのかどうかわからないっていうと、やっぱり非常にリズムが崩れるんじゃないかなって思います。でもまあこういうご時世でネット配信ですね、だとかそういう今テレワークとかいろいろ出てますけども、そういうご時世なんで、ひょっとしたらこれからその何て言うかな、例えば観客に関しても、まあ双方に声が伝わるような感じだったりとかね、つまりその、見てる方の配信だけじゃなくて、見てる側の声も会場に届くみたいな感じで、会場が一応そのネットからの声で盛り上がるみたいなとかっていうようなスタンスとかっていうのも、ひょっとしたら今後できてくる新しい時代のそのプロレスの観戦の仕方とか、そういったものもこれからできてくるのかななんていうふうにちょっと考えたりもしました。まあ別にどうでもいいですけどもまあとにかくですね、こういうご時世なんで、皆さんもお体には十分気をつけていただいて、プロレスを楽しんでいきたいと思います。まだアメリカではね、そんなにコロナの影響とかないので、普通に大会が行われてますから、まあ、WWE とかは楽しく配信で見ていこうかなというふうに思っております。まあ3.3残念ですけども、まあこういうご時世なんで、まあ仕方がないかなというところで、配信させていただきました。今日は特に内容もないんですけども、それでもチャンネル登録していただける方、コメント高評価いただければ嬉しいかなというふうに思います。では以上です。チュープロでした。どうも。